最初のアイテムはユニクロとイネスのコラボのコットンシアチェックシャツです。時計感あるシア素材で女性らしさを表現しやすいシャツです。白黒チェックカラーでカジュアルな雰囲気から切れ目まで切れます。また裾はラウンドヘムでインステもアウステもスタイリングを決めやすいだと思います。おすすめなコーデはまずカジュアルなコーデならニットパンツ、スウェットパンツ、ジーンズなどに合わせてみました。綺麗めなコーデならスカート、タックワイドパンツにインして合わせてみます。2つ目はユニクロとイネスのポインテールクルーネックカーディガンです。立体感ある編みデザインで程よい着丈でセーターとしてもカーディガンとしても利用できます。3色でグレーのミディアムサイズに選びました。素材に関しては肌触りが良くてチクチク感がないです。シンプルなデザインだから何でも合わせやすいだと思います。私からのおすすめはカジュアルな雰囲気ならジーンズに合わせます。綺麗めなコーデならタックワイドパンツに合わせます。オフィスコーデならリネンパンツにボーダー T シャツに合わせます。3つ目はユニクロとイネスのコラボのコーディロイテーパードアンクルパンツです。秋冬に代表な素材でしょうね。サイドポケットがあり後ろのポケットもあります。ベルトループがあってテーパードシルエットでクラシックデザインパンツです。ちなみに私は今までコーデュロイパンツ履いたことなくて今年挑戦してみたいと思います。勝手なイメージなんですがコーデュロイ素材はすごく硬くて厚いかなと思ってるんですが、このパンツはそんなに厚くなくて硬くなくて程よい硬さと程よい厚さかなと思います。この程よい厚さは本当に寒さに負けないかなと思います。またこの程よい硬さはすごく綺麗なシルエットを出してくれるんですよね。3色でオレンジブラウンを選びました。今年の秋冬のクローゼットに差し色として取り入れたいと思います。今の天気ならおすすめなコーデは夏のストライプシャツに合わせます。あとはスウェットカーディガンに合わせてみました。また暑いなのでボーダー T シャツなど合わせてみました。4つ目はユニクロのウォシャブルニットリーブパンツです。すごく柔らかくて軽くて肌触りがとても良いです。ウエストは紐があってサイズ調整しやすいだと思います。4色でナチュラルカラーをします。シンプルなデザインでニット素材から見るとなんと合わせるアイテムにより家着からお出かけコーデまでできます。家着コーデならスウェットシャツカーディガンに合わせてみてください。お出かけなら私からのおすすめはカーディガン、シャツ、ジャケットなどに合わせてみます。最後はジュニクロのスウェットカーディガンです。最近流行っているジュニセックスアイテムデザインで男女は利用できるものです。5色でホワイトのミディアムサイズにしました。もちろんカーディガンとして利用できるんですがスウェットシャツとしても利用できます。サイドポケットがあって裾と袖の裾はリーブで、一番購入決めたポイントはシャツとして利用するときにこの V ネックの大きさはすごくちょうどいいです。おすすめなコーデはニットパンツ、コーデュロイパンツ、ジーンズなどに合わせてみました。